はい、というわけでございまして、最近映画が暑いですね。暑いですね。これね、多分放送は1週間後ぐらいなんですよ、見た後の、はい、かな、なんだけど見てきちゃいました映画ね。なんて映画ですか、なんて映画、はい、なんて映画ですか、僕ね、なんとかなんとかザ・インクレワンダーストーンですね。インクレディブル・ザ・ワンダーストーンだっけ、ね、ザ・インクレディブル・なんとかワンダーストーンって言ったら、まあいいや、ワンダーストーン。で、どんな映画かっていうと、はい、マジシャンの映画です。まるっきりこれもう期待じゃないですか。デビッド・カパビルも出ちゃう。おすげえね、生物生キャストとかデビッド・カパビルヒムセルフって書いてあるじゃん。ヒムセルフヒムセルフいや、まあ見てきました。これ見ないわけいかないですよ、マジシャン。いかないです。でなんと友達の、ジョナサン・デビットが監修してるの。監修だ。トップですよ。トップ監修やばいよ、マジシャンのね。ということは責任が最もあるポジションですね。というわけでちょっと変なテンションですけど、はい、これ実はジョリーに首ったけなので、あ、そうか、行ってみたいと思います、はい、ジョリーに首ったけ、これね、俺ね、このジョリーに首ったけは、うん、困った時の神頼みにしたいぐらいに困った映画だった、うん、ああなるほど。まずね、マジックをやってらっしゃる方だったら見ても罪にならないかなっていう感じの映画です。罪にならない、どういう意味ですか。そういうもんだと思わない。そっか。それでマジックを知らない人には絶対お勧めしたくありません、うん、余計な誤解を招くだけです。あーはーはー、はい、で役者の話とか全部したいんだけど、まずストーリーをちょっと、うん、シュート君なんか簡単に説明してくれる。子供の時いじめられっ子だった少年がマジックと出会い、はい、マジックを始め気が付いたらラスベガスのスーパースターになりました、うん、そしてなったところで10年間のロングランの間、ルーティンを全く変えずに、うん、昔からやってる手順をずっといったら、あるところで彗星のことが現れて、まるでクリス・エンジェルのような、まあそうね、クリス・エンジェルからデビッド、なんだっけ、デビッド・ブレーンの組み合わせみたいなやつが、そいつそういうのを出てきて、そいつ大体2人でやってたんでね、シンクリ・ザ・ドローみたいに。ちっちゃい頃の幼なじみと一緒にやってて、ああそちらの主人公ですね。フレンドシップマジックとか言ってたよね、10年間ずっと変わんないやつ、はい、で結論が言ってしまうと、まあ2人で仲良くやってたんだけど、もう精神的にももうくたびれてて、もうマジックにも情熱もなく、うん、そうで、なんかあるところで2人で新しいマジックやらないと、新しいクリス・エンジェルみたいなやつにやられちゃうよって話でやって、うん、大失敗をして、友達としての友情も決裂、うん、そして、その主人公はやっぱり英語が強くなっちゃってて、もう10年もやってる。そうだね、英語が強くなった。そう、それで、ね、女性アシスタント、美人アシスタントにも見捨てられ、そして、一人になったところで、もうどこも使ってくれない、安いシングルベッド、もっとちっちゃくしてあるベッドのホテルに泊まって、はい、そうでデビッド・カパフィールのところに行って、うん、デビッド、もしあれだったらバートン&デビッドっていうタイトルでやらないかって言ったら、ファストもウィアのフレンドって言われて、そう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 、 and then he said no っていうふうに言って終わると。そして最終的には心を入れ直して、うん、そこからですね、新しいマジックをちょっと特殊な方法で編み出し、とんでもないけど、それがね、自分がマジックを始めたばっかしの時に、うんうん、見たマジックセット、買ってもらったマジックセットの中にあるビデオ VHS 古いタイプ、あの中に出てたマジシャンがいるわけ。それに憧れてマジック始めたんだよね。それでスポンジボールじゃサムチップ一回やってみてびっくりして、うわどうしてやんのって言ったことを一緒にやってたんだけど、うん、気がついたらね、老人ホームなんか回るぐらいになっちゃってて、で老人ホームでもあんまりもう誰も見てくれないようなマジシャンだったんだよね、はい、そしたらそこの老人ホームでね、罵声を浴びせてるおじさんがいるわけよ。ひでえもんだろおめえのマジックだって言ってたおじさん。 そのおじさんがね、なんだお前はって言ってきたらね、大体マジックなんてね、エルムセンカウントとかね、ザロシャフルとかドタラコとかナタラカとか言ってね、専門用語が出てくるやつなんだよ。で誰だかと思ったら、そいつがなんとその一番最初に自分が買ったマジックセットのビデオの中の人、その名前もランス・ハラウェイ。ちょっと無理ちょっとさ、無理でしょ。まあ、いやいや、そうなのよ、ランス・ハラウェイ。ほらもう三上がもう体で痒くなってきたよ。俺今痒いもん、俺チンマチンって。まあそんな感じでね、うん、それで、それについてね、それにいろんなことを学ぶんだよね、簡単に言えばね。そこら辺俺トイレ行ったんだけど、そうですね、マジックの気持ちをね、はい、学ぶわけですけどね、少しずつ昔のマジックにあった情熱を思い出しつつ、そうそうそう、でもね、演じる場もなくて、結局もう本当にほとんどの場所で演じることができなくて、そうなんですよ、でそれで、まあキッズショーやってね、うん、そうで、その、うん、ホテルのオーナーのキリストからクリス・エンジェルが邪魔してきて、そうで、そのそうマジック対決などをし、うん、そして最後結局チャンスがないのかと思いきや、最後にちょっとだけ出る機会があった時に、その最新マジックを考えたとか言ってね、観客全部消したらすごいじゃないねえ、観客を全部消す、俺13かなとか頭の中にいっぱいいろんなこと考えちゃってさ、結構ね、うん、そういうなんかどんな瞬間俺さ、どんな景色するんだろうなって考えた、僕もなんかまさかここから本気のマジックいっちゃうのかなと思って、いろいろやった挙句、最後の最後にお客さんの目の前でボンと、まあいろいろ研究してなんか作ってんだよね、いろいろぐずぐず煮込んだらいろんなことやって、なんか変なことやってんだよ、うん、それで「えい!」とかってボンと煙とともに、観客が突然そのシアターから丘の上に移動しちゃって、うん、はい、そこでお辞儀してんだよね。でそのフランズじゃないや、ランス・ハラレ
はい、あのその映像の中から出てきたりとか、なかなかそこら辺はちょっといいかなと思って、なんか良さそうな雰囲気もちょっとだけするんですよ、そうそう、でもこれはできねえだろうとかさ、いろいろやり方考えちゃったんだよ。俺だって椅子を可動式にしてさ、そのまま一瞬のうちにさ、上取っ払うといろんなこと考えたわけ、うん、それでもあの会場だったらちょっとやりすぎかなとかさ、単なる夢物語かなと思ったら、うん、なんか睡眠薬で全員寝かして、それでタグつけてみんな運んで別のとこでもう一度目を覚まさせて、そこでショーを終わらせてからまた睡眠薬で眠らせて元に戻すっていう、すっげえふざけたところからスタートしたね。そうそう、もう犯罪的な犯罪的な方法だろそれと。そう、もうあのね、なんだろう、あのもうあのがっかりしたを通り過ぎて、やたら真面目にマジックをやってそうなんだけど、やってる部分が全部 CG とか差し替えで、ましてやその下手な差し替えね、 CG が多いのね、うん、本当にあのなんかやろうとするとそこがカット割りになって背中になったりとかさ、コインロールでさえも差し替えでしたもんね、広がったね、なんだ、うん、あの CG でしたもんね、もっと上手いやつやらせるってな、指が伸びてるコインロールじゃなくて、そう、うん、ちょっともうちょっとあるだろう、誰が監修したんで一体とか、ジョナサン・レビットあれ筆頭監修だぞあいつ、えあのね、だからなんだろうな、もう何だろう、面白いとかさ、で役者も三流じゃない、ジム・キャリーとかさ、あとアルマゲドンのあれとか、あのゲットスマートのやつとかさ、なんか微妙な役者さんの方が、ね、でしたね。でもあのヒロインの女性好きだから、テレビシリーズの女の子を使わなきゃいけないってことはどれだけ三流化なんだよ、ね、テレビシリーズを使うってよっぽど早くに使うからね。有名なのはあのスーパーマンの、あのなんだっけな、ヤングスーパーマンの時のドリス役やった子が、007出ても最初に殺されちゃう女の人だからね。おー、それぐらいのもんなテレビシリーズって。そっか、うん、テレビと映画って全然違うからさ。だからね、まあまあそれはいいんだけどね、どうでした正直言って。まあ笑えたけど、いや僕で見ないわけいかないねあれね、まあね、あのまあ笑えたなという感じで、まあとりあえずこの感じじゃない、まあ一応見るっていうノルマは達成したしいいんじゃないかなという感じ、だからさ、一つはちゃんとマジックやってほしいよね。一つもなんかロングの淳だってできんだからさ、30分のマジックショー、あんまいいイメージがないよね、マジそう。そうそうそう、やっぱり役者に練習させてないからさ、やらないっていう感じ、役者は。うん、そうですね、あれも全くやる気がないですね、役者はね、うん、ひどかったね、そこに関しては。確かに、まあだからあの映画としてはこれは話題で見なきゃいけないし、マジックキャッスルとかそういうのは絡んでるから、うん、ラスベガスも全面協力みたいな映画じゃん。でもバリーズだったけどね。そうですね、うん、だから昔の映画なんでね、昔からね、うん、そうそう、1982年生まれってことは、シュート君の2つ下っていう設定。85年か。僕は75ですよ。 75? はい。あ、じゃあ全然年下なんじゃない。そうですね、5、6、7歳、30歳かあの2人。老けた30だね、そんなこと絶対ないね、もともと。で、まああのジム・キャリーの役っていうのがさ、その俺とのデビッド・ブレインと、あとクリス・エンジェル、うん、はい、足したようなものなんだけど、それがもうマジックじゃないんだよね、まあ、我慢大会なの。あれは逆に笑えますけどね。笑えるけどね。なんじゃこりゃと思いますけどね。我慢大会だからね、まあ、それはそれでいいのかもしれないけどね。よくないでしょ、あれ。いやまあね。最後ドリルで頭に穴開けんですよ。まあね、本当困った時の神頼みって感じですよ、どっちかって言ったら。そうですね。本当。そっちの方が正しい、合ってるんじゃないかなっていう。なんかね、まあでもね、皆さん、これは日本で労働者されないでしょ。あ、されないですね、これ、ね。されないね、これね。日本で受けないもんね。これはされない。それだけ悲しいね。やっぱりオズのが良かったってことですね。そうですね。最後にちょっとオズを見た感想をちょっと教えて、シュート君が。オズ遅れて見てるから、俺たち。あのね、うん、あの、オズも話しちゃってるんですか、いいよ、もう終わってるから。もういいんですか、もう撮ったんですか、オズ、うん。オズ面白かったですよ。うん。うん、で、マジックの道具も適度にちゃんと使ってくれたし、うん、そう、適度になってんだよね。うん、いろんな道具をあの火のつく、ほら、火炎剤とか、ね、うん、ああいうのとかもう絶妙なタイミングで使ってるし、そう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 、花、うん、もちゃんと変わってるし、そうそう、道具なんだよね。ちゃんと道具を出す予定だったものを、ポケットから出してる、その絵がまさに、まさに、あ、これ使わなかったよ、出すつもりだったのにさ、っていうふうに出してるのが、もうまさにそこで再現されたので、僕的にはちょっと嬉しかったし、まあ、あとね。だから、ファンタジーの方がリアルなものよりも正しいってさ、だから間違ってるよな。悲しいですね。お金の借り方なのかな。うん、それは確かに。本当にね、そこがね、映画ってね、そんなもんじゃないなと思うんだよね。やっぱりしっかり作った SF とかそういうのってさ、うん、ものすごくやっぱり、なんていうの、信憑性があって、だから昔のデイ・アフター・トゥモローとか、うん、ああいうのってのさ、今のまさに気象条件と全く同じようなことをちゃんと予言してるからね。すごいですね、はい、予言してったのすごいね。まあね、本当にね、もう、まあ、みゆちゃんお買い物行っちゃいますけどね、うん、でも映画はそんな感じだったってことで、はい、皆さん、マシャル皆さん、俺たちが見たからもう見なくていいね、あれね、お金もったいない。でも16ドル、まあ、16ドルは安いけどね、でも見なくていいね、まあ、ということでマイク持ちましたけどね、はい、なんか文句ばっかり垂れましたけど、でも映画っていいですね、とは言えないのが今日でした。それ無理ですよ、はい、それではまた来週ね、シュート君はこれでちょっとお休みですけど、さよなら、どうも、バイチャ、はい。
この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。